はい、それでは、地方自治体の礼金比較に用いる条文対応表の作成支援と題した自然処理学会の、文献紹介を、自然言語処理研究室小川陽一郎が発表させていただきます。まず概要です。各地方自治体には、その自治体が制定する条例というものが存在します。でその条例は各地方自治体ごとに、その状況の違いによって、異なった内容を、異なった制定をしています。でそのような複数の、自治体間における同じような事柄に関する条例の相違点を見つけ出す作業っていうのが、作業っていうのが存在して、そのような作業を、今までは専門家が手作業で、行っていたんですが、それを計算機によって自動生成することをこの研究では目的としています。例えば、東京都の青少年保護条例には、夜の11時から朝の4時までが深夜であるっていうふうな定義をしているんですが、高知県だと夜の10時から朝の4時までを、深夜っていうふうに定義してて、微妙に同じような内容条例に制定してるんですが、その状況によっては異なった場合、少し異なった内容が書かれている場合があります。まあ、そのようなちょっとした違いをこう比較する、パッと見て比較するようなできるような、条文対応表を計算機によって自動化、してみましょうという内容です。でその方法としましては、2つの条文の、対応した表、条文対応表を、2部グラフでモデル化して、計算機によって、アプローチしやすくするようにモデル化します。でその後に、ベクトル空間モデル、最長共通部分列、文字列アライメントの3種類の、類似度を決定するような手法をの、それぞれ測定して比較を行いました。でその結果、ベクトル空間モデルに基づく手法が最もその条文対応表の2次グラフ、2部グラフを、よく再現している結果になりました。でまずその地方自治体で制定する条例とそれに規則を加えたものの総称を、例規と呼ぶんですが、その例規では、左の図1のような、結構規則が決まったような、書き方をされています。まあまあ、この図のように、本則があってその下に第何条第何条みたいな感じで続くようなものが条例の書面です。で、右の表1は愛媛県と香川県の、青少年保護に関する条例の条文比較表です。でこの表から、左の列の愛媛県の第1条が、右の列の香川県の第1条に対応してて、で愛媛県の第2条が香川県の第4条に対応してます。でこの香川県の第3条は愛媛県と対応する条例がないということで、空白になってます。でこのような条文対応表を詳しく見ていくと、まず第1条ではどちらとも
同じような内容を、規定してて同じ文字、共通する文字を、青い下線部で引いてあります。まあ、これを見ると2つの条例は共通している部分がよく見られて、これは、よく対応しているっていうふうなことがわかります。で、次の例だと愛媛県の第13条の3と香川県の第10条の3を表しています。で、まあ、これは2つの条例とも青少年の利用カードについての規則を規定しています。ですが、左の愛媛県ではその利用カードについて詳しく説明しているのに対して、香川県の条例ではその詳しい説明を省いてて、短い文章で説明しています。で、さっきと同じように共通する部分を下線部の青い下線部で引くとこのようになって、香川県では条例の24文字中18文字が共通する部分で、割合でいうと 75% です。で、愛媛県だと、それに対して愛媛県では110文字に対して18文字しか対応してなくて、割合でいうと 16% というふうに、ことが分かります。まあ、このように、まあ、同じ内容を規定しててもその共通部分には、の割合は、隔たりがあることが分かります。まあ、最後の例なんですけど、上が愛媛県の自動販売機等の設定で、香川県では下のなんか卑猥な姿勢等の被写体をなんちゃらっていうのは全く違うような事柄を規定している内容なんですが、このように下線部の引いたところが一致してて、で、このように共通部分が多いような場合でも全く違う制定をしている場合があります。で、まあ、このような条件対応表、条文対応表を、計算機で扱いやすくするために、モデル化することを考えます。で、今回は、二部グラフっていうふうに、もう2つの条例ごとに対応している条例を辺で結ぶこのグラフを考えます。で、対応は必ずしも一条文に対して一条文っていうわけじゃなくて、叩いたのような関係になったり、あと対応しない条文もあります。で、この研究ではその条文対応表をモデル化したときに正解により正確な、モデル化をさせることを目標とします。で、そういうような正確な二部グラフを作るためには、よりその類似した条文を辺で結ぶことが必要になってきて、その辺を結ぶ条件っていうのを類似度によって判断します。で、その類似度を求める方法の一つにベクトル空間モデルっていうものがあります。で、これは与えられた文章を単語の出現頻度を表現したベクトルとしてモデル化します。で、モデル化されたベクトルの距離を、類似度に換算して、求めます。で、例えば要素数 N 個の単語集団 W1、W2から Wn まであったとします。するとこのベクトル空間モデルによるベクトルは VT=V1V2V3というふうな、ベクトルの要素で表されて、
この VI っていうのが、単語のそれぞれの単語の出現回数を表しています。で、その2つの条文の、ベクトル空間モデルによってベクトル化されたものが、2つあるんで、その2つのベクトルの距離をこの距離尺度コサインを用いて、距離を求めてそれを類似度として扱います。で、類似度を出すんですが、その条件、測定の条件をいろいろ変えて、どのような傾向があるかを見ていきます。で、その評価項目なんですが、まず利用する単語、これは各条文で用いられる単語数を、10個、50個、100個、であと全条文すべての単語の4パターンで試してみます。で、次に、ベクトルの重みを定数重みと TFIDF 重みを用いた2パターン測定してみます。で、この TFIDF っていうのは、よく用いられる出現回数の多い単語をの重みを小さくして、逆にあんまり出現してこないような単語の重みを重くするということで、より情報量の多い単語をこうピックアップ、重み付けより反映させるようなものです。定数重みっていうのはそのような出現回数によらず一定の値をつけます。で、次に、単語の品種によっても全品種を対象にした場合と全品種の原型を対象にした場合で、名詞のみを対応した場合と、名詞副詞形容詞動詞連体詞を対象にしたこの4パターンで試してみます。で、次に正規化なんですが、相対数、条文の文字の多さ、文字数によってその類似度が変わってしまう場合があるので、類似度を文字数で割って正規化した場合を相対スコアというふうにして、で、正規化しないものを絶対スコアとして計算したその2パターンの測定も行っています。で、類似度を出す方法の2つ目として最長共通部分列というものがあります。これは、2つの文字列の最長の共通部分文字列を表すものです。で、例えば X にあいうえおで、 Y がアイクエオという2つの文字列があったとすると、この最長文字列部分、最長共通部分列はアイエオになります。で、この最長共通部分列の長さを、類似度として換算して考えます。で、この方法の、測定パターンをいろいろ変えてみるんですが、まず最初に、まず文字単位で、共通部分を探す場合と単語単位で共通部分を探す場合の2つを考えます。で、文字単位で探す場合は、全ての文字を対象にした場合と、漢字のみを対象にした場合の2パターンあります。また、単語単位で、共通部分を探した場合には先ほどと同じように全品詞、全品詞の原型、名詞のみ、名詞副詞形容詞動詞連体詞の4パターンで試してみます。で、またこの最長共通部分列を対象にするものを常題と条文に分けてみます。常題っていうのはその条文の
タイトルみたいなもので、まあ、青少年保護法だったりで、条文はその、まあ、深夜は遊んではいけませんみたいなその条例と条文を分けて測定しています。で、累次尺度数は、まあ、先ほどと同じようにその共通部分の文字に対して重みをつけるんですが、それを定数重みか TFIDF 重みの2パターンを用いてみます。で、類似度を求める手法の3つ目に文字列アライメントっていうものがあります。これは入力の文字列に存在する類似した領域を特定できるように文字列を整列させることです。で、例えば先ほどと同じように X がアイウエオ、 Y がアイクエオの2つがあるとして、このアライメントはアイ、横棒 AO になります。で、この共通している部分を横棒で表現します。あ、共通してない部分を横棒にして、共通している部分はそのまま残すようにします。で、まあ、この方法でどうやって類似度をつけるかというと、まあ、これは例なんですけど、一致した文字に対してプラス2ポイントで、一致しない文字に対してマイナス2ポイントというような基準を設けて、そのポイントによって類似度を決めます。で、このアライメントだと、前から順番に文字列を比較していくので、その順番が重要になるんですが、例えばその条文、2つの条文ではによっては、その記載されている内容がの順番が入れ替わっているような場合があります。例えばこの例の A の条文だと、有害玩具の所有制限を説明した後に有害玩具の定義をしているんですが、 B の条例では有害玩具の定義をしてから有害玩具の所有制限を説明しています。まあ、このように説明する順序が変わってくると、このアライメントが取れないような事態になる、なります。まあ、そこで、次に説明するアライメントアルゴリズムを、まあ、再帰的に適用してこれを対処します。で、アライメントアルゴリズムを説明します。で、まずA と B のように、1から、あ、A だと1から L までの文字で、 B だと1から M までの文字列があったとすると、まず最初に普通にアライメントを取ります。で、アライメントを最初に取った時に共通する部分が、この A だと L スタートから L エンドまで、で、 B だと M スタートから M エンドまでの2つが対応したとします。で、この場合にそのアライメントが取れた前後の文字列に対して4パターンを、にアライメントを行います。で、その4パターンっていうのは、まあ、ここに書いてあるんですけど、まず整列されてない、あ、整列、アライメント取れた前の文字と、あ、前の文字同士をアライメント取るパターンと、前の文字と後の文字をアライメント取るパターンと、後の文字と前の文字をアライメント取る場合と、後と後でアライメントを取る、この4パターンを行います。で、その結果A と D、 要は縦でアライメントを取った結果の和を取った時と、 BC をクロスしてアライメントを取った場合の類似度の和を比較して、大きい方をアライメントの結果として、最初のアライメントの結果と、
前後のアライメントを取った結果を結合して出力します、まあ、このようにすることで、前後で順番が逆になってても、正しく類似度を測るようにします。で、この手法の評価項目ではこれを文字単位でアライメントを取る場合と単語単位でアライメントを取る場合を考えます。で、文字単位では、全ての文字を対象にした場合と漢字のみを対象にした2パターン考えて、で、漢字が一致した場合にはプラス2ポイント、漢字以外が一致した場合をプラス1ポイントとして、類似度を計算していきます。で、単語単位では全品詞、全品詞の原型、名詞のみ、名詞、副詞、形容詞、動詞、連体詞の4パターンで行って、類似度は TF、IDF スコアを用います。で、評価実験では、愛媛県と香川県の、まあ、このような対応している、条例各11個を用いました。で、その類似度を、計算した結果がこちらで、こちらはベクトル空間モデルの正解率を表しています。で、まあ、この結果から言えることは、まずこの定数重みの場合と TFIDF 重みを用いた2つを比較したときに、まあ、微妙に定数重みの方がポイントが高いんですが、どちらもそんなに変わらない。で、このベクトル帳をこう、まあ、下に行くだけ単語数が多くなるんですが、その単語数が多くなるほど精度がいいことが分かります。で、また、対象が、対象の品詞が変わっても結果はそんなに変わらないっていうことが分かります。で、あと絶対スコアと相対スコアを比較したときに、絶対スコアの方がポイントが高くなっています。で、最終的にベクトル空間モデルでは、定数重みを用いて全単語数の語詞を対象にした絶対スコアの得点が一番いい結果になりました。で、次に最長共通部分列の結果はこのようになって、まあ、こちらも先ほどと同じような傾向が見られて、一番いい良かったのが定数重みを用いた条文に対しての漢字のみを対象にした絶対スコアになりました。で、また、この上代に対してのスコアも 71% ということで、結構高い結果が得られました。で、最後にこの文字列アライメントの正解率がこちらになって、定数重みを用いた場合の前後の違いを考慮した全単語を対象にした絶対スコアが一番高くなりました。で、この研究では条文対応表作成では全単語に基づくベクトル空間モデルを用いた TFIDF 重みを用いない類似尺度が最も有効であることが分かりました。で、また上代を対象に最長共通部分列を適用するといい結果が得られました。で、これらから、条文対応表の作成支援のためには、上代に対しては最長共通部分列を、で、条文に対してはベクトル空間モデルを適用して得られる結果を併合するといいことが分かりました。以上で発表を終わります。